みんな旅してる？してないよね、この状況だもんね。ということで今日は東京で世界を味わえる場所に行きたいと思います。でちょっとね一人で心細いんで今日はパートナーがいます。カモン。名前は？キムシンヨって申します。いいね、チュンション。韓国人今日来ましたよ、韓国の友達。さあちょっとマスク取ってみよう。いいの？いいんだよ。こんにちは。イケメンだね。いやちょっと恥ずかしいもん。本当？韓国人のイケメンと仲良くなりたい人はチャンネル登録お願いします。他力本願。さあ行ってみよう。 GO。最初に向かった場所は池袋にある遊戯食府。初見だとちょっと怪しげな雑居ビルなんですが、勇気を持って奥へ進みエレベーターに乗ります。もうなんか匂いがしない？なんかほら結構する。ちょっとアジアの匂い、スパイシーの匂いがする、するね、そのスパイシーの正体とは？なるほど、すごい。エレベーターを降りるとそこは異空間。中国や台湾などの中国料理のフードコートがありました。フードコート？いやそれは無理。これは無理。これ名前思い出さないんだけど、これが結構最近人気あるらしい。あ、そう、うん、いやこれ食べようよ。これ食べたいですね。食べたいね、うん、大人気。そうそうそう。すごく辛いじゃなくて、香り、香りがいい。と山椒と辛子の清水の味。これ中国語でなんて言うんですか？中国語は冷串串。ああ難しい。難しいね。冷串串。難しい。ね、串は串串。ああ、串串。串ね、いろいろの。野菜とかお肉とか、エビとか素揚げも、自家製の調味料、みんな四川省の有名のものね、あと全部ね、全部は私の手作りよ。本当？本当は嘘じゃないよ。おいいね。ちなみに竹串は生徒で豊富なんだそうで、パンダが多いのもうなずけます。それでは生徒で人気のチュアンチュアンシャン、早速いただきます。隣のスーパーで台湾ビール買ってきて、いっぱいいい感じじゃん。いい感じですね。いや、キクラゲ。あ、これうまい。すごい歯ごたえがある。これ腸詰めじゃないのか。腸詰め、これか。なんかこの辛さとこういう肉の甘み出るよね、噛んでるとね、うん、めちゃうまい。おい、ダメ、蜂の割る前に。そう、うん、結構美味しいよ、これ。そう、内臓の中では結構美味しいよ。あ、そう、うん。アジアの雑多な空気が流れる中、続いてのもう一品、それは四川担々麺です。これ香りが高いんです。私が知る限り担々麺って混ぜる、混ぜるやつ、混ぜます。ほら、すごい混ぜると香りがすごい、すごい。これほら、うまそうじゃん。うん、香りがいい。じゃあいただきます。食べよう。ああ、ゆっくりね。どういう感じで？まあまあ、あの見た目ほど全然辛くない。麺のうまさが出てる。案外あっさり、あの濃くない。四川料理を堪能し、中国を感じるショートトリップ、これにて完結。さあ、2軒目はですね、ここ見てください、高田の馬場ね。今度は高田の馬場であの料理を食べます。向かった先はミャンマー料理のニンガラバー。ちなみにニンガラバーとはこんにちはなどの挨拶の言葉で、
挨拶がてらにミャンマービールで乾杯です。そんなビールのあてはラペットゥ。これミャンマーを代表する料理のうちの一つなんです。どうですか。ああ酸っぱいのよ。ミャンマーだよこれ、ね、何とも言えない。今まで初めて食べたような感じの不思議な味でしょ。不思議な味ね。何とも言えない不思議な味ラペットゥ。それは発酵したお茶っ葉だったんです。本当に不思議な味なんです。ビールのつまみだね。なんかミャンマーはお茶受け。お茶受けなんだ。ああ食事を終わった後にこれが出されて、話ししながらお茶を飲みながらこれを食べる。不思議な感覚に包まれながらもう一品、ミャンマー版サムサのサムサー。これ野菜がたっぷりなんです。カリーの匂いがすごくいいね。そしてこの揚げ物のその食感もパリパリでいい感じ。ミャンマーの食文化に触れる旅、これにて完結。さあすっかり暗くなったけども、ラストは大久保コリアンタウンにやってきました。さあコリアンタウンで食べるものは冷麺です。冷麺で締めよう。というわけで向かった先はコサム冷麺専門店。数多くの店舗が軒を連ねていますが、ここを選んだ理由、韓国人がおすすめするので期待できます。みんな大好き大久保のコリアンタウンですね。なんでここがおすすめなんですか。いっぱいあるじゃない大久保に冷麺屋。まあここだけが専門店だからここがおすすめかな。味もここが一番うまいし、ちゃんとしている感じがします。それとね、はい、ここの冷麺って得意な点があるんだけど、一緒に肉が出るんですよ。その肉と一緒に冷麺を食べるのがまた楽しみです、炭火の香ばしい香りがする豚肉、早速いただきましょう。こんなんつけんのここに、適当につけて、あの玉ねぎと一緒に食べてもいいし、あのソースが、このタレがちょっとしょっぱい感じな、あ、うまいじゃん。これ韓国ではね、チャンソースっていう普通のソースだけど、前の言葉が韓国語でチャンっていうと、さあ、焼肉を食べている間に運ばれてきたのはビビン冷麺。なんて言ったって専門店ですからね、期待しましょう。韓国でチャジャン麺を食べるときもこういう感じで混ぜる。うん、いや違う違う、こう真ん中に箸入れて、あ外から、あそう、こういう感じかな。ダメだ、いいや俺やっぱダメじゃん。なんか腰がある。だからさっきハサミで切ったじゃん、最初に、それ切らないと結構喉のこっちに引っかかっちゃうんだよね。はいはいはい、あ、そう。これ肉と食べてみて。これと一緒に食べるの？一緒に食べる。麺と一緒に。肉と麺のハーモニー。すんごいうまい。自分の知ってる冷麺と違うんだよ、これ。でもこれが普通の冷麺だからね。自分が入れたいだけ入れたらいい。とにかくこの肉汁はうまいから、これがよく見る冷麺に近い。そうそうそう、やっぱり私はこれ入れる方がうまい。うまい。あ、本当。どんな感じ。はいはい、スープ入れた方がうまいかも。まあ、さっきのも全然うまいんだけど辛くて、辛さが和らぐ。味のなんていうの、コクがある。そうそう、この肉汁って結構風味があるっていう。大満足の韓国料理で今回の旅終了です。さあということで、今日は1日池袋から始まって高田の馬場、そして最後は大久保、ね、3つの街を回って中華圏の料理とミャンマー、そして最後韓国料理とこう締めたわけですけども、チュンヒョン、今日一番良かったお店はどこでした。さすがに最初の四川料理売っていた中国生徒のね、生徒のなんていうかおでんみたいなやつ、
そうそう、あれ美味しかったね。うん、あれ美味しかったよ、うん、他のものも結構美味しかったし、美味しかったしね、あの雰囲気もすごく良かったよね。そうそう、うん、見てうまし、食べてうまし、ということで、いろんな旅行、今日は東京都内で巡ったんだけども、これリアルにまた世界を旅行できるのだといいね。まあそうね、今もそうだし当面無理そうだから、こういう遊びも、楽しいんじゃないかなと思います。はい、じゃあありがとうございました。今日一日また会いましょう。バイバイ。バイバイ。